どうもこんにちは加瀬介です今日は2024年の3月17日ですね。はいえー、ということで、今回で、銀、えー、現代文学ロマンの旅第20回ということで、えー、本の冊数は5234と3冊ご紹介してまいりたいと思います、はいえー。今日は一応日曜日ですね。一応昼なんですけど、 あの最近というか、まあ、今現時点で、ですねちょっと割と背中とあと右の腕がちょっとあんま調子が良くないという感じです。で、き、え、のーまあ、日の夜ですね、まあ、またストレッチという形で自分の中でちょっと治療法みたいなのを、まあ、今、まあ、どうしても YouTube を手繰りながら、まあ、どうするのがいいのかっていうのは探っている段階ではあるんですが、まあ、あの若干背中と腕があんま調子が良くないというのがまあ現状ですよと。 あんま調子良くないですよっていうのはちょっとちょこちょこ知らせていきたいかなというのがあるんで、えー、まあ正直なところなんですが、まああの、まあこれを話して、で動画の編集をするぐらいまあなんとかなるかなと思ってるんで、まああの、ぼちぼち、えー、休憩しながらですね、動画を作っていきたいと思っていて、えー、まあそれでやっておりますというところですね。はい、えー。まあそういうことで今回ですね、5234と3作なんですけど、 えー、まず「モノグラム江戸川乱歩」発表年は1926年、えー、結構古いそんな古いのかなっていう気がしてるんですが、あのー、一応進めてまいりたいと思いますけどもやっぱりですね江戸川乱歩作品やっぱちょっと慣れてきたら、あのー、面白さが分かってくるような,なんかそんな感覚もありましたで、えー、この作品はあのーまあ、いわゆるその犯人宛てゲーム的な 何ていうか推理小説っていう感じではなくて、まあ、恋愛の話っていうか結構切ないその恋愛話ですよねそういった感じの作品でしたそしてかなり面白かったっていうところなんですよね、えーまあ、これもネタバレをなるべく含まないようにお話ししたいんですけどやっぱりこう恋愛の,その気持ちっていうのは多分人間であれば誰しもその共感できるものが恋愛だと思います。だからまあテーマにもなりやすいし まあそういう意味でもですねあのこうして文学という形で取り扱っていく中で恋愛というテーマはまあ永遠のそして何というかその何でしょうねそのもちろんその人間十人十色だからそれぞれの,その感覚があってそれぞれの恋愛があってっていうその何というかそれぞれの個性のある中でもですねやっぱりこうふとした共通点とか 全く同じじゃないかっていうそういうなんか偶然性っていうのがあの恋愛にはですねやっぱ含まれていてそのあたりっていうのはやっぱり人間がその。 ま何、あ、て、まあ、いうかそのホモ・ホモサピエンスというかそういうその人間という存在がそういう動物がそういう人間である限りはですね同じ遺伝子思考を持っていて遺伝子回路の中でその人間を営んでいるという、まあ、そういう何ていうか普遍性みたいなものがあると思うんですね。人間であれば皆同じ人間としての思考を持っているという普遍性があってそしてその中でこう個性が枝分かれしていくっていうその中にはですね もううびっっくりりすすするるぐらいいいの共通点を持っていたりするんじゃないかなかと思うんですねやっぱり恋愛っていうのは特にその本能によるものですからやっぱそういう本能的なところでその人間であるがゆえにつながっている何かみたいなものがですねあると思うんですけどなんかそういうちょっとこう哲学的な深いところまで落とし込んで考えてみるとこの作品っていうのはすごい味わいがあるって深いなっていうそんな感じになりました。 はいえー、内容に触れるのはちょっとあれなんで、まあ、このぐらいに留めておきたいんですけど結構面白かったですね、あのー、意外な江戸川作品じゃないかなと思ったところでした、はい、そして次がですね白芥川龍之介ですね今回はまた芥川作品、えーとまあ、朗読でたくさんありますんで芥川作品はもうちょっと常に入れていきたいぐらいではありますし やっぱり芥川、えー、作品の良さっていうか魅力っていうのは十分あのこの作品もあったかなと思うんですよねなんかこうやっぱりいろんな切り口でこの方書いておりますのであのえー、なんかそういう感じなんだっていうなんかファンタジーというよりも何というか童話的なニュアンスもあってですね あのー、まあ、も、もちろん、当然ながら、その芥川龍之介という人は若くして亡くなっているので、その頃には先生みたいな人がいたし。当然、あのー、多分、なというか、目標とする作品みたいなものも当然あったとは思うんですね。やっぱ、その中で、特に、その芥川龍之介という人が意識していたのは、まあ、あの、私は主には仏教だと思うんですよ。その仏教というのは、やっぱり人間学の、しかも人間の本質学だと思うので。その人間が、あるべき本質的な姿とは。 なのかなっていうのをすごい模索していたそういう人だとまあ私は思っていますまあ各いうその今現代のこの今我々が生きている社会っていうのは まあこの人たちが生きていた100年前と比べてあのいろんな思想がすごい何ていうかまとめられてこう、まあ、伝わりやすくなってコミュニケーションツールも発達していろんな人たちが共通認識を持てるこの世の中において何が正しいのかとか何がそのあるべき姿なのかっていうのが、まあ、本来であればあの、まあ、研究されて研ぎ澄まされて、えー、いてもおかしくないわけですけど まあしかしその人間学とかその人間の思想とか社会の成熟度とかっていうのは何というか常に進化してるわけではないというところがなんかこう最近は特に思いますだからこの1923年というのはちょうど100年前ですけどもその100年前の時代背景っていうのはまさに戦争の時代にあったと思いますしあのもちろんその戦争以外でもいろんなプラスのなんか華やいだ部分とかもと当然あったとは思うんですけど やはりこの時代性を考えると、まあ、大正ですよね大正ロマンと言われるぐらいですから割とこう隙間の華やかな時代性っていうのもあったとは思うんですけど、まあ、しかしベースにはやっぱり貧困とその何ていうかこう社会のその歪みみたいなものはかなりあ,のあった頃だとは思いますで。そんな中で描かれたこの作品なんでですねこう まあやっぱ子供心を描いた作品でもあったと思うしあのやっぱり人間学としての本質的な部分もあの強い作品だと思いましたしあの結構意外性もあるところなんであの芥川作品として非常に楽しめる作品ではないかなと、まあ、思ったところでしたあのこれも結構おすすめですねそして最後の54番「一人ならじ山本周五郎」ですね発表年は1944年だったというのはちょっと後で知ったんですけど いやこの作れはいろいろ考えさせられましたしあの、まあ、ネタバレにならない話し方ってちょっと難しいんですが、まあ、一般論であるとかまあ私のそのなんかあの、まあ、全体的な感想でお話しするとこの作品を読んだ後、ものすごいその何て言うかあのじわっとくるこうなんかこう日本人らしさの喜びというかなんかそういうあの なんだかこうもちろん他にもいろいろ思ったんですけどやっぱり全体的な話をするとやっぱりこういうその作品こそがその名作と言われるものなんだなっていうのをすごく感じるような素晴らしい作品だと思ったんですね。 でわこれはいいなって読み終わったその動画のすぐ下にですねなんとかアナウンサーは実はテレビの中でそのパンチラしていましたみたいなそういう動画があってまあ,あのゲソッとなったような感じだったんですけどあの我々は、まあ、YouTube を通してものすごいその成長できる機会を得ていてで YouTube を通していろんなコミュニケーションの中でこういった発見とか進化とかあの得られるその質の高い まあ、得みたいなものが、まあ、あると思うその傍らにはですねそういったゲスなものがあの存在していてでそのゲスなものをやっぱりついついクリックしてしまうというのも一つあるわけで、まあ、先ほど言ったその社会がその、まあ、常に進化しているとは限らないというのの中にはですねやっぱりミスインフォメーションとミスリードっていうことがあると思うんですよ変更報道含みなんですが、まあ、そういったミスインフォメーションを たどらなければ社会は成熟していくわけですけど、まあ、そこにですねたどらされてしまって踊らされてしまって騙されるというのが、まあのの社会の罠っていうところだと思うんですねだからまあそういう意味でもこの作品を見た時にすごいなんというかこう喜びというか、まあ嬉しくなるようなそんな気持ちにさせられる反面ですねあの なんでこういうのがやっぱずっと伝わっていかないのかなっていうかまあ私自身もこれ初めて知りましたしあの、まあ、いろんな意味でも本当にその何のためにその社会はあるのか何のために人が生きているのかっていうところを考えさせられる作品っていうのはやっぱりいい作品だと思うんですね。 でまあ、私もこれまで生きてきた中でいろんなその物語であるとか教訓めいた話とか、まあ、そういったものに触れる中で、まあ、それから得られるものでその自分はできていると、まあ、そのぐらいやっぱりその人々の知恵とかそういう蓄積をたどることっていうのがやっぱり自分の成長であったり自分の生活とかと自分の,まああの心の、まあ、材料というか、まあ、そういったものに対してもすごく大きなプラスになるっていうことがあの本当に よく思いますでそれの元になってるのがこうしたやっぱ教訓めいた話であったりあの、まあ、そういうう物語のの蓄積とか、まあ、人々の経験ですよね、まあ、そういったものとしての,、まあ、その作品のレベルの,あの高さ質の高さっていうのを、まあ、あのすごく十分感じる素晴らしい作品だったなと思ったところなんですね。まあ、そんなわけでですね、えー、この54番「一人ならじ」山本周五郎作る。 うん、これはもうめちゃくちゃいい作品でした。素晴らしいと思いましたね。あの、まあ、中身は触れませんのであれなんですがあの、ぜひ読んでいただければなと思ったところですね。はい ということで、今回3作品紹介させていただきました。まあ、この3つの作品は、どれもすごくこう心に響く良い作品だったかなと思いますので、ぜひ、えー、久保田さんの朗読でぜひ聴いていただいてですねあの、よろしければ感想とかもあの書いていただければ、あのそれに対してあの私なりのまた返答をしたいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴どうもありがとうございました。